です。昔僕は子供の頃、ここまでサッカーがメジャーになるとは、本当夢にも思わなかったです。でもこうやって、まあ、サッカー、まあ、川崎フロンターレあってですが、まあ、サッカーを通じてこんだけ、まあ、こうやって集まるのもここではフリーマーケットぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあ、こんぐらい来てくれるっていうことに本当に、まあ、嬉しく思って、まあ、その力になれたことを本当に幸せに思います。まあ、まあ、こう見ての通り不器用な人間ですので、まあ、途中でレンタルという形で札幌に行ってしまい、まあ、ちょっと皆さんに驚かせてしまって申し訳ない気持ちでしたけど、まあフロンターレにも、いい若手が入ってきて、まあ自分としても、まあ、フロンターレを思い、まあ椅子を開けて、まあこれから成長を続けるために、まあそういうことも自分の中では必要なのではないかと自分の中で判断して、まあ、皆さんに何も告げず言ってしまったことを本当にお詫び申し上げます。でもフロンターレはこのまま続きますんで、僕もまあ今回は札幌に行くということで、まあ、川崎の代表として札幌で頑張ってきて、また今まで皆さんとやってきた、ここまで築いてきた経験を向こうで、まあ、向こうにも向こうにいい温かいサポーターがいらっしゃって、皆さんと同じぐらい僕のことを大切にしてくれてるサポーターがいるので、まあその人たちのためにも一生懸命やってきます。まあ札幌に行くとしても僕の本籍は川崎なので川崎をずっと応援して、まあ一緒に頑張って優勝できなかったのはすごく残念ですけど、必ずできるチームだと思っているので、遠い場所からですが心から応援しています。あと長い間こんな不器用な人間を応援してくれてありがとうございました。井上選手どうもありがとうございました。